指定暴力団山口組の4代目竹中組長らを射殺した疑いで指名手配され、時効が成立した長崎県諫早市の後藤英司75名誉毀損罪で起訴について、県警は25日、職務強要の疑いで再逮捕した。後藤は昨年10月20日、同県松浦市議会前議長の男性に対し、議員を辞めないと、わいせつな行為をしたと手紙でばらまく。などと脅して顔を殴り、辞職を強要した疑い。後藤は容疑を否認している。前議長がわいせつな行為をした事実はなかったというが、なければ自害せずに正々堂々と戦うはずであるが。不思議でならない。後藤は75歳の老人でもあるのだから、自分が一切やましいことがなければ、死ぬことがあるものか。しかしこの後藤はただの老人ではなく、日本最大にして最強の山口組の組長と若頭などを襲撃するためにヒットマンを集めた男である、射殺事件は1985年に発生。山口組と対立して分裂した一和会系組員らが、大阪府内で4代目組長ら3人を襲撃して殺害した。この事件は一和会山広組の若頭の後藤英司であるが、昭和60年2月、4代目山口組、行動会、筆子新会幹部、竹内照明ら組員数人が、若頭、吉田を拉致、監禁して暴行を加えた上、組長後藤英司に対し、吉田の命の保証を交換条件に後藤組の解散を要求。後藤英司は三重県警津警察署に後藤組の解散を宣言し、山口組総本部に詫び状を送付した。それから今回の逮捕まで後藤は捕まることなく時効を迎え、名前すら変えて整形までしながら生きていたことに驚いた。もっと驚いたのは、二代目竹中組安藤組長だろう。安藤組長にとっては親の仇ですから、後藤が出てきたら大変危険であろう。相手が仇になっているとかの問題以外に今回の事件ですら仇で生きてる人は、このような事件は起こさないものだ。安藤組長は行動会の会長。竹内が後藤の若頭吉田の命と引き換えに後藤組を解散したら命は保証すると言ったようだが、安藤組長ならば迷わず、あの世に送りつけていたであろう。それにしても、憎まれっこよにはばかるというがまさに、その通りですね。